フランケンシュタインの恋は日本テレビ系日曜ドラマは国手て2017年4月23日から6月25日まで毎週日曜22時30分23時25分に放送されたテレビドラマ主演は綾野剛。メアリー・ジェリー著のフランケンシュタインを題材に現代日本を舞台としたオリジナルラブストーリーである前日タを描いたアニメーション怪物が 生まれた日も公式サイト他で公開された。放送後の毎週金曜日正午から、ールーティーバーギャオ等のウェブ媒イで出演者やスタッフによるオーディオコメンタリーが配信された。120年前、ある事件をきっかけに生み出された怪物は人間から身を潜めて孤独に生きていた。しかしある時、怪物は津軽継ぎ身という人間の女性に出会い恋に落ちてしまう。 津軽の同級生、稲庭聖夜の実家である、稲庭公務店に身を寄せることになった怪物は、可洲券という名で人間界での暮らしを始める。公務店の面々や、大学教授の鶴丸14分など、津軽を取り巻く人々との交流を経て、可洲は人間について学び、同時に、自らの出生に秘められた真実を少しずつ知っていくこととなる。 悩み相談の当初をきっかけに出演することになった、ラジオ番組の公開放送の場で力を暴走させてしまい、体調不良者を続出させてしまうなど様々な困難に直面しながらも次身との距離を縮めた真珠は、次実の言葉をきっかけに自分が怪物として生まれる前の記憶を思い出す。120年前、貧しい農家生まれの青年医師、山べこ六は、 病の根源を立つ方法を求めて、細菌学などを学び、菌類や伝染病の研究を行っていた医学博士、福試験太郎の助手として働いていた。研究所に入院している患者の栄養状態を改善したいと、新鮮な野菜を手に入れるための農地の借り入れを地主に掛け合ったコロクは、そこで出会った地主の娘、サきと惹かれ合うようになる。 研究所の手伝いをするようになった咲と穏やかな時間を過ごしていた頃録だが新種の薬病の患者を看病した際に自らも感染し、不可視博士の必死の治療も間に合わず命を落としてしまう。咲と交流するうちに自らも彼女に淡い恋心を抱くようになっていた不可視博士は後追い自殺を図るほどに憔悴した咲の姿を見るに耐えず、 密かに研究していた新型の菌を使って、コロクを蘇生しようと試みる。しかし、蘇ったコロクは、生前の記憶を失っていた上、暴走した菌の力によって、先を死に追いやってしまったのだった。自らの身に起こった出来事をすべて理解した真ジは、公開放送での混乱の釈明の場として設けられた、ラジオ番組で、自らの蘇生を明かし、 福祉博士のひたむきな恋心によって生み出されたからこそ怪物でありながらも恋ができた。人間の素晴らしさを知ることができたと、周囲への感謝の言葉を伝える。未知の近類の力を持った怪物が人間社会に姿を現したことで様々な声が巻き起こる中、福祉と次実は改めてお互いの思いに向き合っていく。怪物が生まれた日に関するカテゴリー。 ありがとうございます。